君を探してたんだ。校門で待ってたんだけど、なかなか出てこないから。あ、いや、そんなことはいいんだ。君に話したいことがある。うん。君が卒業してしまう前に、君と出会ったこの学校で、僕はね、高等部に進学したばかりの頃は、学校があまり好きじゃなかったんだ。小学生の頃から、学級委員とか生徒会長をやらされるタイプでさ。実は立候補なんて一度もしたことないんだけど、推薦を断る理由もなくて、結局引き受けちゃうんだ。違う。断ることができなかったんだ。期待を裏切って、失望した顔を見るのは怖かったから。僕はいつもそうだったよ。評価ばかり気にして、自分に自信が持てなくて、流されてばかり。本当のことだ。だから、君と出会ってから、僕は僕の変化に驚いた。そう。不思議なんだ。気づいたら僕は、君に情けないところばかり見せていて、必死に隠してきた部分を、いつの間にかさらけ出してる。ごく、自然に。それまでの僕は、肩に力が入りすぎてたんだろうな。君にそれを指摘された気がするよ。覚えはないって言うんだろ？でも、心当たりを考えるたび、思い浮かべるのは、君の顔ばかりなんだ。いつもそうして自然体で、そんな君だから僕も肩肘張らずにいられたんだと思う。卒業する頃には当たり前のように学校が好きになっていて、離れがたくて、今はここでの日々が懐かしくて仕方がない。また高校生活をやり直したいとさえ思うよ。戻ることはできないけど、これからも君の近くにいたい。すぐそばで君を感じてたい。ななこさん、君のことが好きなんだ。ななこさん。でも君はいつもふざけて、いや、僕はそう思い込んでいて。あ、その、頭の中が真っ白になった。嬉しくて。そうか。今だから言うけど、君が僕に触れてくるたびに、僕もそうしたいと思ってた。そんなことを君に気づかれたら、嫌われるような気がして、ずっとビクビクしていた。僕に意気地がなかっただけだったんだ。守りに入るばっかりで、ただの一歩も踏み出せないで。これが、君に踏み出す最初の一歩だ。その、目を閉じてもらってもいいかな。これからもよろしく。大好きだ。
こっちの方が好き？じゃあ交換しようか。